い、皆さん、明けましておめでとうございます。マラブ18号です。来ました、来ました、虎年来たー、虎年来ました。皆さん、まあ、去年ね、阪神タイガースは惜しくも優勝を逃してめちゃくちゃ悔しい思いをしましたけども、そんなもんね、全部振りですよ、振り。虎年の今年、阪神タイガースが優勝するための全部振りじゃ。もう目に浮かぶわ、目に浮かぶわ、矢野監督が胴上げされて泣いてるシーンがね、もう目に浮かびますわ。まあ、今年もね、まあ、甲子園球場は、まあ、現地観戦以外は、この部屋からね、動画をね、お届けしますけども、三上玄三がね、もう出てこないっていう、まあ、僕引っ越ししまして、三上玄三に家がバレてないのでね、三上玄三が出ない、もう平和。平和ですわ。でもあのおっさん頭おかしいやろ。頭いってもうてるで。出ませんので、安心してください。ということで、今年もね、甲子園球場の試合は、まあ、全試合行きまして、現地からね、甲子園球場の雰囲気、熱い阪神ファンの様子をね、YouTube でお届けしますので、皆さんよろしくお願いします。見てください。まあ、今年はね、遠征たくさん行きたいな。まあ、去年は初めてマツダスタジアム行って、まあ、感動しましたし、名古屋、バンテリンドームはね、特にね、もう一回行きたい。生まれて初めて行った名古屋ドームでノーヒットノーランされて、それ以来行ってないっていうね、リベンジしたいな。ということで、今年も皆さんよろしくお願いします。まあ、もちろんね、他球団ファンの皆さんも、まあ、いろいろと、よろしくお願いします。またね、阪神負けたら愚痴ると思いますけども、まあ、皆さんにとって、いい年になりますように。ただね、ただね、優勝するのは、阪神タイガースってことで、よろしくお願いします。はい、今日の動画は以上でございます。ありがとうございました。はい。はい、毎度、三上玄三、どこ引っ越しやがった、どこ引っ越しやがった、言えないやないか。言えないやないか、逃げたぞ。絶対逃げたぞ。家見つけたるからな、逃げても無駄やぞ。大体な、見当ついとんねん、西宮市の、この西宮市のどっかじゃ、絶対開幕までに家見つけたるからな、逃げても無駄じゃ。そして戸郷、戸郷、明けましておめでとう、明けましておめでとう、戸郷。餅食ったか、おせち食ったか、男、今年も、今年も愛してんぞ。